7月、東立花中学校で旧立花中学校の池から保護したメダカについて学ぶ特別授業が行われました。授業は墨田水族館の飼育スタッフによるメダカの生態の話から始まりました。日本に住んでるメダカ、厳密にはね、メダカっていう和名ではないんですが、正しい名前知ってる人いる？お、分かった。多分南メダカ。ああ、大正解。そう、南メダカ。すごい、イエーイ。飼育下のこの水槽の中の安定した環境だと、3年から5年で、ね、飼うこともできますが、野生のメダカ自体は1年ちょっとでね、寿命を迎えて死んでしまいます。そして保護したメダカ、きっかけは旧立花中の解体工事を知った卒業生の一言からでした。卒業生の一人がね、池にいるメダカたちいたよね、あの子たちどうなるの、貴重な野生のメダカかもしれないよっていうね、ことを気づいて区の方にね、声をかけてくださったんですね。珍しいメダカかもしれないということで、取り壊される前にね、保護しようということになりました。メダカの由来を調べるために遺伝子調査を行った結果、別の地域とヒメダカの遺伝子が確認されました。つまり外見は野生のメダカそのものなんですが、中身はね、実は純粋な野生由来のメダカではなくて、いろんなところのね、メダカがどこかで混ざっちゃったメダカだったっていうことがね、分かったんです。皆さんにできることを簡潔に書くと、今残ってるメダカが住める環境を大事にすること、別の川のメダカだったら野生だし逃がしても大丈夫でしょうとか、間違った知識を元にして安易に放流を行わないことなんかが、多分皆さんでもできるようなことです。9月には新しく作られた中学校の池にメダカを戻し、再び一緒に学校で生活することになります。授業を受けた子どもたちは、命を授かるので、はい、きちんと育てたいと思います。メダカは僕はまあそんなに関わりがなかったですけど、今回の授業で距離が縮まったので、これからもメダカを命の大切にしていきたいと思います。大切にされてたメダカだから、いい名前をつけてあげたいです。私もいい名前をつけられたらいいのかな。みくちゃんです。七子。先輩から後輩へ受け継がれたメダカの命、命の大切さや環境について考えるメダカの学校が動き始めます。